ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。まだやってて草と言われたまみぞうぜ。今回は2020年度梅光学院大学の高校別合格者数を発表しますよ。一般入試の合格者数ぜ。では、発表開始です。第30位豊富高校、峰西洋高校、八幡南高校、東洋高校、倉手高校、敬愛高校、福岡工大城東高校、第23位小野田高校、西京高校、小倉南高校、戸畑高校、田川高校、文字学園高校、九州国際大附属高校、第20位八幡中央高校、仲間高校、自由が丘高校、第14位豊良高校、慶新高校、宮古高校、小倉西高校、文字大松館高校、常盤高校、第12位調布高校、八幡高校、第8位下関南高校、一徳館高校、北九州高校、東筑紫学園高校、第5位山口中央高校、下関中等教育学校、野田学園高校、第4位北九州市立高校、第3位小倉東高校、第2位西方高校、第1位梅光学院高校。以上が梅光学院大学の合格上位高校でした。ここまでのご視聴、ありがとうございました。